次回紙芝居、シンデレラか。これシンデレラ？カボチャの馬車、なんかカマキリの腕が、靴落としてるとこだけですね。シンデレラ要素。はやよす。今日は落書きガチャ。あ、シンデレラはまだやるか見てよ。では早速引いていきましょう。キモいぞ。インリンオブジョイトよ、思い出しました。最近の学生さんとかは知らないでしょ。インリン現在41歳。なんだその情報。いやー、時間が経つのは早いもんです。ちょっぴー。これはお見事。しかも懸賞金、しっかり50ベリーとなってます。今は100ベリーよね。小田先生のことだから、この金額設定にも何か秘密がありそう。本当に天才よね。あ、なんか懐かしい形。小学生の体育でよくやりました。相手がギブイ馬でやるやついたな。すげえ。お辞儀の角度、状況によって使い分けましょう。一番下をやる状況を教えてくれ。てか体柔らかすぎないとできねえだろ。無視、本気でやってみたらここが限界でした。へ、変態が。おい右下、おめえは何の実験してんだ。お尻出して実験しても、バレないかの実験。しなくてもわかるわ、はいバレます。誰か、実験結果お待ちしてます。ダメですよ、絶対にやめましょう。まあ誰もやらねえだろ。江戸の変態集団、日本史ダメダメな主ですら、誰かわかった。自分も世界史の方選択してたな。これ、めっちゃ絵が上手くないっすか？よく見ると一個一個描いてる。すげえ、コピペしたかのような精巧さ。全部映ってないけど、隣の女性もやってるのね。マドンナにしか見えないぞ。これまたアホな。修正液を使って巧みに表現。たまにいたな、脱げる男子。脱げてんのに泳ぎ続けてるという。小学校のプール、これまた懐かしい。絶対誰かパンツなくす。入水前の地獄のシャワー。あったあった、無駄にテンション上がるやつな。でも女子は高学年とかになってくると、恥ずかしくて嫌いな子も多かったわね。うんうん。あ、街でよく見かける。なぜケンタッキーなのに M。別のファーストフードと被ってるぞ。カーネルシャワーズ。すげえよ、タイプが。電気タイプだったら正解だったわね。サンダース。おいこら英語のティーチャー。魔法の先生じゃない？思いっきり失敗してますね。いやー、でもこの漢字、簡単そうだけどなかなか書けない。学校にテロリスト出現。左の女の子、ナイスビビリ。まさかの全校集会ジャックですね。お、やっと虹。だけどちょっと微妙だな。これは、何をしてるとこかも不明なんだけど。それではお次、本日ラスト。お、連続虹来ました。は、激しい。ふふ、ゆっくりやった方が効果がある部位もあるぜ。あら主ちゃん詳しいじゃない。以前、ムッキムキを目指し、バッチリ下調べしたからな。で、結果は？一週間で飽きました。続けないと意味がない。はい、じゃあ今回はこの辺で。また明日の動画で会いましょう。じゃあニョッス。それさよなら代わりにもなるんかい。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。